氷門蝶族は、蝶目立派蝶か、独蝶家内の一つの分類単位。本族に分類される蝶は、和名の通り黄色の地に黒い斑点が並んだ、氷柄模様の羽を持つものがほとんどである。日本では、本族内の一種ブレンシスダフネに、氷門蝶の和名が当てられるが、氷門蝶という言葉は、本族の蝶の総称としても使われることが多い。 熱帯性の裏辺に表門、姫裏ョにモン、薄色熱帯モ門などは近縁のベイングランティーニー属とし、属都市、表門町属とは普通区別される。艦隊から熱帯まで全世界の陸上に分布し、分類法にも夜が14属、100種ほどが知られる。分布の中心は北半球の温帯、艦隊地域で、長としては北方系の分類群として位置づけられる。 このうち日本では8属14種が見られる。成虫の全子鳥は2 0ト、mm、ルから4 5ト、mm、ルほどで種類によってかなり異なる。団地性の種類は大型だが、肝体産や肝体産の種類は、しじみ鳥類とあまり変わらない大きさのものもいる。羽は丸みを帯びた三角形で、お上突起などの極端な凹凸はない。羽の表側は、 どの種類も黄色茶色の地に黒い斑点が点在し、氷の毛側の模様に似ることから、氷紋蝶の和名がある。ツマグロ氷紋やメスグロ氷紋のメスなど判別しやすい種類もいるが、どれも似たような模様で、さらにオスメスの区別も困難な種類が多い。野外で飛び回る個体を同定するのも難しく、最終もしくは注意深い観察が必要である。同定には、斑紋の配置が、 手がかりとなるが、前肢より甲子、羽の表側より裏側に特徴が現れやすい。また、成虫の前足が短く畳まれること、幼虫に、げや毛が多いこと、さなぎが、ビブだけで、逆さつりになる水溶型であることなどは、他の縦波長と共通する特徴である。主に日当たりの良い森林の周辺、草原、湿原、岩場などに生息し、寒冷地を好む種類では、 朝日氷門など高原性のものも多い。ほとんどの種類が年一回だけ発生する。温暖な地方では、成虫の期間は比較的長く、晩春に浮かして、夏の暑い時期に一時的に活動を停止して、仮眠、秋になると再び活動するものが多い。ただし暖地性、高性で仮眠もしないツマグロ氷門のような例外もある。幼虫の食草は、 スミレ類が多いが、割れも香類、キバナシャクナゲなどを食べる種類もある。どちらにせよ草原生草本に強く依存した分類群と言える。成虫は食草に直接産卵せず、周囲の岩や樹木に産卵する性質がある。冬は卵、または弱霊幼虫で越冬し、春になると食草に幼虫が現れる。成虫は日当たりの良いところを好んで飛び、各種の花に訪れる。 ヒョウモン蝶類は古くから縦波長家に組み込まれていたが、研究が進んだ結果、かつて独立したトガとして扱われていた、毒ウ類に禁煙とされ、21世紀初頭の時点では、毒蝶赤に組み込まれる。ヒョウモンモド貴族とは、成虫の色彩が似るが、ヒョウモンモド貴族は競技縦波長家の縦波長赤に属するため、さほど禁煙ではない。つまぐろヒョウモン。 アーギリアス・ハイパービウス日本には8族14種の氷紋鳥類が分布する。北日本には種類、個体数とも多いが、西日本では種類数が減り、冷涼な産地に分布するようになる。小型種は北海道や本州各地、大型種も四国産地や九州産地に分布難言がある。このうち朝日氷門は1965年に、 国の天然記念物に指定され、採集が禁止されているが、他の種類も20世紀後半頃から、個体数を減らしている。この原因は詳しくわかっていないが、地球温暖化、外来種の侵入、人里付近の草原が利用されなくなったことによる、繊維の振興などで草原の環境が変化したためと、考えられている。2000年に公表された、昆虫類の環境省レッドリストには、 以下の3種がリストアップされている。他にも都道府県各市町村レベルでの指定も多く、同向が注目される。ただし団地性、多化性のツマグロヒョウモ門は個体数が安定していて、さらに関東地方付近では分布域の北上も報告されており、他のモ門鳥類とは違った傾向が見られる。小モ門のオスミドリモ門のオスメスグロモ門のメス。ありがとうございます。